ヨハンゴットフリートバルターヨハンゴットフリートバルターは、ドイツ後期バロック音楽の作曲家、オルガニスト。音楽理論家としても活躍し、音楽辞典の編集、執筆を行った。バッハの同時大臣であっただけでなく、バッハのいとこでもあった。音楽辞典、ムジカーリッシェイス歴史コンの編集者として有名。音楽用語についてドイツ語で書かれた最初の辞典であっただけでなく、 18世紀初頭までに活躍した作曲家や演奏家について電気体で情報が載せられている。手短に言えばバルターの音楽辞典に愛は3000以上の項目が定義された好感な辞典である。この編集にあたっては明らかに250以上の個別の文献が利用され、ルネサンス音楽や初期バロック音楽に関する理論的な論文も資料に含まれている。 この著作で最も重要な文献を一つだけ挙げると、EU に200回は言及されたヨハン・マッテゾンの著作集である。バルターは、バッハと共に、同時代のイタリア音楽を鍵盤楽器のために編曲したほか、オルガン曲をいくつか残した。ありがとうございます。